はいどうもラッシュゲーミングのケプトです。今回の動画は、静江さんの小ネタバグ集でございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回は、静江さんの動画なんですが、静江さんって言ったらスマブラ SP 発売初期にですね、あのアシストフィギュアと釣り竿を使った、巷では静江インフィニティとかいうね、ちょっとあれな名前がついているあのバグがね、世間を騒がせましたが、まあアップデートによりそのバグはなくなっていますと。はい、で今最新バージョンが 9.0.2 まで来ているんですけれども、その 9.0.2 まで残っているバグ小ネタを今回は紹介していきたいと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。お願いします。はい、では早速一つ目、釣り竿ノイズバグです。はい、釣り竿ノイズバグと勝手に名前つけましたけれども、ちょっとね致命的なバグを見つけてしまったんですね。はい、ということでこの動画バグ小ネタ集なんですけど、このバグが一番みんなに伝えたいやつですね。はい、初っ端行きましょう。さあ聞こえますか、皆さん耳を澄ませてください。これあなたのスマートフォン、パソコンが悪いわけじゃありません。僕のゲーム音が悪いわけじゃありません。じじじじじじじと。これは、ね、じゃあ消しましょうか。消す方法をお教えしましょう。崖に1秒ぐらい捕まってくださいと。バグっぽいですね。この直し方もわけわかんない感じが。これね、致命的です。本当に。はい。でこれ面白いのが、例えばね、死後強まる念ですよ。これ静江さん死んでも消えないんですよ。消す方法はただ一つのみ、崖に1秒ぐらい捕まると。このバグはですね、まあバンパーに当たることはないですよ、普段対戦中。ただこの復帰中に復帰阻止を食らうことなんか多々あるんで、本当に VIP とかで静江さんの適当に配信してても3試合2、3試合に1回ぐらいは起きて、視聴者が何ですかこの音と困惑しているのが今現状となっておりますので、こちらのバグはかなり早急にね、あの任天堂の目に留まることを祈っております。はい、それでは次2つ目は、まあ小ネタ寄りだね、埴輪ダッシュ、まあ、これは知ってる人多いんじゃないかな。うん、この埴輪起動のタイミングでステップからね、この埴輪起動をするとこのようにね、上機嫌な静江さんが近づいてきますよと、すごいスピードで。これですね、まあ、びっくりこねたっぽい感じではあるんだけど、実用性も実はちょっとだけありますと。なんでまあうまく使えたらかっこいいですね。はい、これが2つ目です。はい、じゃあ次ステージ変わりましてポケモンスタジアム2、ここですね。この崖の釣り竿の挙動がおかしくないですかというのが、このバグ、まあ仕様なんですよっていうことなんでしょうかね。この今のバージョンになっても治っていないっていうところで、ちょっとね、もしかしたらもう仕様なのかもしれない。もうおかしい、これ垂れないのよ。普通はね、こうやって何か障害物があると、こうやって地形に沿ってタラーンと垂れてくれるんですよ。終点とか戦場で同じことをしてもそうなります。なんだけどポケスタはこのようになんか謎の引っかかりがあって、このね丸くなってるでしょ、あそこが糸細かいんですけど、そこのせいでこのようになんか怪奇現象みたいな、ちょっと気持ち悪い挙動を釣り竿がしてしまうと。これのせいで崖下に垂らして不起訴死するような不起訴死がポケスタではできないと。でか、それに重ねて、はい、なんとポケスタだけじゃないと、スマムラでもぴょろんと帰ってきてしまうということなんですね。ちょっとこれ見づらいので村人さんに上に行ってもらいましょう。はいね、普通垂れるでしょこの長さあったら。なんだけどこんな感じで全然もう跳ね返ってきてしまうと。こっちでもやってみましょう。こんぐらい余分に垂らしてようやく垂れるぐらい。でもなんかほら、謎のアーチがあるでしょ、崖のとこに。そう、崖のとこにね、見えないなんか出っ張りがあるんですよ。これはね、結構、静江使い的には致命的なので、
まあ、直されたら嬉しいんだけど、これ初期バージョンからずっとこれでアップデートが来ても直らないんで、まあ仕様ですよと言われたらまあ受け入れるしかないですね。はい、終わりかな。はい、終わりじゃないんですね。なんと村町でも同じことが起こります。ただ村町はスマ村とかに比べるとマシです。というのがこのほら崖のところにちっちゃいアーチができちゃうんだけど、ちょっと緩やかなせいでまあまあ垂れてくれます。あの崖下にね、本当にギリギリを攻めると、まあ、こんな感じでちょっとね変な挙動しちゃうんだけど、ほらまあ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 こんぐらいは許容範囲かなと思うけど、まあ終点線上みたいに、まあ、もっとわかりやすく言うと、こんな感じでねペターっと垂れてくれると理想なんですけど、まあまあまあスマ村よりはマシですね。ということで、まあ、ポケスタ、スマ村、村町と、この3個のステージはちょっと 崖際でね使う釣り竿がちょっと変な挙動してしまいますというものですね。はい、じゃあ次、崖釣り竿絶、うんとでも名付けましょうか。崖際で釣り竿をやった時に変な挙動をすることがありますと。でなんかワープしたりしてたんだけど、なんかねバージョン変わってちょっとそのワープがかなり再現性低くなったということで、ちょっと今ねこう喋りながら撮ってるんだけど、すごい何回もやってちょっとだけできた変な動きがあったんで、それをねあの無表情で淡々とやってる俺の顔とともにお届けしようかなと思います。はい、こちらです。ね、まあ、こんな風にちょっと変な挙動をしますというのが釣り崖釣り絶と名付けましょうか。はい、じゃあ最後の小ネタは地味です。申し訳ありません、地味です。最後の小ネタ、まず静江さんの釣り竿はアイテムをしまえるんですね。まずその説明を簡単にしましょうか。はい、なんで結構ね普通の対戦をやっていても、例えばディディと対戦していましたとね、ディディと対戦していて、まあ、このように落ちてるバナナに対してこうね釣ってアイテムを手に持つことができると、こういう性能があるんですね。でこれは結構コマとかバナナとかメタブレとかよく起きるんですよ。でただつかめない系、手に持てない系の飛び道具は意味ないんですね。っていうのがこうやってね NB でしまうことはできるんだけど、ほらこういう玉系、手に持てない系は釣り竿で捕まえることができませんっていう、まあ大まかなルールがあるんですよ。なんだけどね、ちょっと一人で操作します。はい、見ました？ボールって手に持てないんですよ。なんで静江さんがものすごいスピードで捨てるんですね。これちょっとだけ面白くないですかね、地味でしょ。最後、手に取れない系は掴めない、手に取れる系は、釣り竿で釣ってアイテムにできるっていう釣り竿なんだけど、ボールだけなぜか捕まえてすぐ捨てると。めちゃくちゃ地味な小ネタでした。最後、はい、ということで以上で、静江さんの小ネタバグ集の紹介を終わりたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。